今週の TJM 4.0 ポッドキャストを聞いてくれているニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、 TJM ラバーズの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アリケータです。京都府にですね、京都府の福知山市にですね、アリケのお墓があるんですよ。で、すごいね、ちょっと悲しい出来事が、悲しいというか、なんかちょっとしみじみと考えさせられる出来事があったので、ちょっと最初に話させてください。福知山市にですね、行ってきたんですけれども、で、福知山からですね、だいたい車で30分ぐらいのところに、浮田っていうところがあるんですよ。で、そこにですね、おばちゃんですね。僕のおばちゃんでも、本当に、僕の、おばあさんの、いとことかなんですよね。確か。だからもう僕からすればもうなんて言うんですか。もう本当まあ呼び方で言うともうおばちゃんできっといいんでしょうけど。で、そのおばちゃんのところに、の家の近くに、アリ家のお墓があるんですよ。で、おばちゃんはですね、アリマチコさんって言うんですけど、ひょうたんとかを育てていて、なんかヤフーニュースとかにも載ったみたいですよ。多分ね、検索すればアリマチコ検索すれば、多分出てくるような気がするんです。一回見たことあるんですけど、なんかそのうち近々なんか、NHK 京都か関西かなんかの NHK が取材に来るとかで、結構なんか面白いおばちゃんで、そのなんかそのひょうたんを作ったりするのが好きで、あとはなんかいろんなこうなんて言うんだろうな、なんか今年行ったら人形がいたんですよ。かかしみたいな人形を作ったりしてるので、なんかすごいこうなんていうんですかね、ものづくりが大好きな、おばちゃんなんですけど、で、まあ、そのおばちゃんがいると、で、まあ、ひょうたんを作ってると、で、今年もああ元気でよかったっていうふうに思って、で、まあ、今年もお墓参りできてよかったっていうふうに思っていたんですけれども、近くにですね、福知山市の浮田の近くに御岳山荘っていう山荘があるんですよ。御岳山荘って言うんですけど、でそこ何やってるかっていうと、中学生とか高校生とかが、部活になる時に、泊まることができる施設っていうか、まあそういう、なんていうんですかね、まあ部活、まあわかりますよね。学生の諸君にとって、学生の皆さんにとってはすごいその便利な施設なんですよ。が御岳山荘、御岳山荘青少年のなんちゃらかんちゃらっていうところなんですけれども、でショックだったのが、そこがですね、2年ぐらい前から運営をもうやめちゃってるんですよ。だ今はもうやってないんですよ、全く。その御岳山荘っていうところが、で、なんでショックだったかっていうと、その毎年お墓参りに行くときに、その御岳山荘で有家が集まって昼食を食べるっていうのがあるんですけど、でそれが個人的にはこう一連の流れで神戸に行って、その後に福知山に行って、でお墓参りをして、御岳山荘でご飯を食べて、でひょうたん畑とかを見たりして、でっていう流れがあったんですけど、毎年の。でもそれが今年からちょっとなくなっちゃって、で去年僕ね、お墓参り行けてなかったんですよね、で今年行ってみたらもうないよと。まああるんですけどね、実際にはあるんですけど、もう運営やめちゃったってっていう風に言われて、なんかすごいショックで、あらーと思って、で、いろいろ調べてみたら、2年ぐらい前に、台風が来ちゃったらしいんですよね。その、福知山市に。で、なんかその御岳山荘が年間で、ね、運営できる人数、ギリギリ保ってるというか、運営できる人数っていうのが、年間5000人ぐらい来れば、その御岳山荘が運営できるらしいんですよ。ただ、その台風のせいによって、年間の人数が、そこに泊まる人数が3000人ぐらいに減少しちゃったと。で、そのぐらいだとちょっと正直運営はきつくなってしまったので、御岳山荘はもうやりませんというふうに、言っているんですよ。で、確か、その後また、その僕の兄貴もいろいろその気になって、で、夜話したんですよ。寂しいねとか。で、まあいろいろ調べてみると、今は福知山市がもともと買ったの、作ったのかな？作ったところらしいんですけれども、未だに、その京都府の福知山市が、その御岳山荘を所有しているっていうところまでは調べられたんですけど、で、なんかそれがね、結構やっぱ個人的には、すごいこう、なんかショックで、まあなんか、なんていうんですか、その今、多いじゃないですか、地域を活性化させましょうっていうのが、すごく見かけるんですけど、なんかそういう中で、やっぱり、なくなっちゃうところっていうのもあるんですよね。
盛り上がってるところもあるけれども、一方では盛り上がらなくな、盛り上がらなくなってしまって亡くなってしまうっていう場所もあるんですよ。でまさかそれが本当に自分のお墓の近くにそういう毎年使っていたところが亡くなっちゃったっていうのがすごいショックで、本当に。で僕まだね一回も見れなかったんですけど、でその御嶽山荘っていうところに行くと雲海、雲がすごい綺麗に出てくるやつあるじゃないですか。雲海を一回も見れなかったんですよ。で毎回そこに行くと、これ見れるかなとかっていう話をしていたんですけど、もうそれが見ることできずになっちゃったっていう、それがなんかもうね個人的にはすごいショックで、でそれでちょっと何とかして自分、いや本当微力ながらにもそのなんかいろいろこう今考えてるんですよ。何とかできないかなと思って、でなんかいろいろ調べてはいるんですけど、ちょっとねなんか今ちょっと自分の中でも考えてるんですけど、いろんな人にもちょっとその知恵を、借りたら借りることができればいいなって思ってて、なるべくちょっといろんな方にですねそういう質問をして、どういうふうにしたらいいんでしょうかねとかっていう話をしているんですけれども、ちょっともしこのポッドキャストを聞いてくれている方で、そういうなんていうんですか、その福知山市の、浮田でその御嶽山荘にこうちょっと盛り上げたいという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひぜひちょっと、Facebook のページ、僕の Facebook のページにメッセージください。興味ありますとか、こういうもうちょっとお話伺いたいですとかで個人的にはやっぱりそこの御嶽山荘、本当ね本当 もったいないんですよ。誰も手をつけていないから。でもう本当これから例えばじゃあね年々どんどんその御嶽山荘が劣化していくので、で中はもう今誰も管理していないんですって。もうもっもったいない、本当にもったいない。で本当にすごくいい場所にあって、雲海も見れて、でしかも近くには僕のおばちゃんもいて、すごく美味しい野菜も取れるし、美味しい料理も出るしっていうとこだったんですよ。だからもったいない。なんで僕はちょっとそのちょっとずつそこを盛り上げられたらいいなって思っていて、なるべくちょっとお墓参りの時期以外にでもちょっと勉強しに行こうかなと。まずは農業も勉強してみたいですし、あとはまあ、純粋にその町おこしがどういう風になっていくのかとかっていうのも、なんかいろんなところに行ってみて話を聞いて、自分でそういう、まあ、体験をしてみないと、実際にね、何も多分できないと思うので、ちょっと、まあ、どのぐらい時間がかかるかわかんないんですけど、でもね、なるべく早めにそれをちょっと実践していきたいなっていう風に思っているので、もし、なんかそういう地域活性化とかに興味がある人がもしいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、ちょっともう一回言うんですけど、僕の Facebook ページに、メッセージください。逆にアドバイスがありましたら、こういう風にやったらうまくいくかもしれないねとか、こういうことを、こういうところにアリさん行ってみたらとかっていう、なんかおすすめの情報とかもありましたら、例えばね、徳島県の神山町とかっていうのはすごいうまくね、今行ってますよね。そういうのも何でもいいです。なんかそういう情報がありましたら、ぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。ちょっと風邪気味なんですよ。ということで、お待たせしました。すいません。長らくお待たせしました。今週の TJM 4.0 のスタートです。チーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、こんばんは、アリケータでございます。Facebook ライブやってきました。TJM 4.0。この TJM 4.0 って何をやっているのかというのをですね、ちょっともう一度、もう何回でも言いますけど、お、すごいですね。なんかすごい喜びマークとハートマークとかが、今ですね、Facebook の方では見られるんですけれども、TJM 4.0、T とりあえず J じじって M 見たっていうことなんで、僕がですね、1週間もしくはですね最近の間で、こういうニュースが気になりましたと。でこういうニュースについて、僕はこう思いますと。で皆さんはどう思いますかみたいな感じのやつですよ。で僕自身もですね、別にニュースの専門家でもありません。ただ、池上彰さんはすごい尊敬していますけれども、ニュースの専門家ではないので、僕個人でですね勝手にとりあえず勝手に、気になったことをですね、話していくっていうことです。でですね、昔はですね YouTube でですね、とりあえずジリティムでやっていたんですけれども、今はですねこの Facebook ライブを使って、とりあえずジリティムだをやっています。でですねポッドキャストでもですね、その
今回の Facebook ライブをですね、ポッドキャストでいつでもどこでも聞けるようにですねやっていますので、 Facebook ライブ聞いた後にポッドキャストではですね、その前後でまた違う話もちょっとするので、ちょっとねそこら辺も楽しめるっていうことですよ、ところですよ。ポッドキャストはですね、なんか運転しながらとか、運転しながら OK ですよね、料理をしながらとか、とにかく聞き流してくれたら嬉しいなっていうふうに思っています。なんでポッドキャストはそういう感じでやっていますよ。で Facebook ライブはですね、僕がですねお酒を飲みながら、話しますので、ところどころ危ない部分も多々ありますので、皆さんは、ニッチーズの皆さん、これをですね毎週 Facebook ライブで聞いてくれている方はですね、そういうところで、アリさんまたちょっと今週もやらかしてるな、また今週もちょっとやばいんじゃねえのっていう風にね、ちょっとドキドキ感をね、生放送で楽しめるんじゃないかと、ということで今週も、前回にわたってですね、サンディエゴのビールをいただこうと思います。コロラドブルーウィング、コロラドってあれですよね、確か結構有名な、ホテルとかがあるところなんですけど、僕もサンディエゴに留学してた時に、コロラド行きましたね、行きました。すごくいいところでした。なあ、もうビール出すんですね、そんなところが。よいしょ。高島さんはすごいですね、小説を読みながらすごいですね、結構僕の声邪魔じゃないですかって感じで思うんですけど、いただきます。あ、うまい。香りも素晴らしいですね。これ、白い麦を使ったビールですかね。白ビールなんでちょっとやっぱ甘みがあるのですごい飲みやすいです。でちょっと飲みやすいです。で、ね、ただ、少し辛みもねちょっと飲んだ後に来るので、なんかそのバランスがすごくいいビールだなというふうに思います。うまいですね、サンディエゴのビール、ありがとうございます。ということで、今週もまたまた、サンディエゴからお届けはしていないんですけれども、サンディエゴのビールを飲みながら、TGM をやるということで、今週もぜひ、皆さんもよろしくお願いします。ということで、あれですよ、お盆ですよ。お盆の話をちょっとしましょうか。僕はですね、今週はですね全くお盆マジで関係ないんですけれども、まずですよ、先週休んでいたんですけれども、僕神戸に行ってきたんですよ。で、神戸にですね、京都に、京都の福知山っていうところにお墓があるんですよ。で、そこに行くために、まず一回神戸に行って、神戸に、僕のおばあちゃんの家がありますので、でそこに一回行くんですよ、みんなで家族で。で、その後に、そこから、神戸のね、神戸の六甲町っていうところなんですけど、神戸の、六甲町から福知山まで車で行くんですけど、車でだいたい1時間半ぐらいだかな、そのぐらいでしたかね、だいたいそのぐらいです。で、福知山っていうところに、福知山のところに着くんですけど、福知山から、ごめんなさい、失礼しました。六甲町から京都までだいたい1時間ぐらいです、福知山の。でそこから福知山からその、畑というか家のところ、お墓までが30分かかるんですよ。なので結構ね、福知山からもかかるんですよ。でちょっとね、気づいたんですけど、でその毎年、ほぼ毎年ですよ、で京都には行ってるんですよ。で京都に行きますと、で何て言うんですかね、なんかいろんな方と、お仕事の方でもそうなんですけど、友達とかにも、京都に行ってきましたと、で福知山に行ってきましたと、でなんかそういう話をすると、こうすごいなんか京都人なのみたいな、なんかすごい京都に精通しているのみたいな感じで聞かれるんですけど、ですごい正直に言うとですね、でその福知山から、30分ぐらい離れてるので、もう本当にもうガチ田舎なんですよ。でもう本当僕田舎本当に好きで、行くたびに、いやーここ来たやべえなーと。で毎回ですね、そこに、いる犬とかにもいるんですけど、コロちゃんっていうんですけど、毎回コロちゃんに会うと、ちょっとずつやっぱ成長してきてて、昔と違って今はなんかもう大人びた顔をしているんですよ。まあまあまあ、で何が言いたいかっていうと、で、まあ、そういうところまで、そこにしか行かないんですよ、本当に。寄り道は、江南っていうね、ホームセンターが関西にはあるんですけれども、
そのコーナーでそのお供え物とかを買うぐらいなんですよ。なんでもうほんとそれだけです。あとは、その福知山のね、御岳っていうなんかその道の駅みたいなのがあるんですけど、でその道の駅でちょっとこう御岳の食材を買って帰るぐらいなんですよ。なんでもうそれだけです。だからその京都市でいいんですかの何区とかに行きますとかっていうのは、ね、全くないんですよ。だから全然もうむしろ僕多分ね京都市内とかね一切行ってないんですよ。修学旅行でも行ってないような気がするんですよ。奈良とかは行った覚えがあるんですけど、なんか中学校の時は割とこうなんか奈良とか行ってたなんか何がしてるんでっていうふうに思っていたので、まあそういう記憶も全くないんですよ。で今はねすごい面白いなっていうふうに思うんですけど、やっぱりね中学生高校生の時代ってなんかこうやっぱツンツンしたがるじゃないですか、したがるじゃないですかなんてなのでまあまあまああまりその京都にも行ったことないんですよ。そのなんかリアル京都というかそのザ京都っていうところにも行ったことないので、ちょっとねそろそろちょっとこう行ってみたいなっていうふうには思いつつあるんですけどね。まあそんな神戸だったんですけど、神戸暑かった、暑かったっていうか関西暑いっすね、びっくりしました、びっくりしました。今週ですね、でその先週までは、神戸にいたんですけど、で月曜日に、もうすぐに大阪に行ったんですよ。で大阪に行って翌日に、岡山に行ったんですよ。でその翌日に名古屋に行ったんですよ。でその翌日に、東京行ってきたんです。で思ったんですけど、涼しいんですよね。東京が涼しく感じるっていう、なんかそんなに暑くないかもって思ったんですよ。で神戸もそうだし、大阪もそうだし、岡山もそうだし、名古屋もそうなんですけど、関西はね暑い、もうなんか暑さのレベルがもうね、もうそもそも気温が高かったんですよ。36度とかで、でそう岡山はねもう晴れの県ですからね、暑いんですよ。もうなんか湿気もすごいあるし、でプラス晴れてるからもうなんかダブルパンチで来るんですよ。こうサウナにいるだけじゃなくて、なんかそこからこうもうヒサロみたいな感じです。サウナにいるヒサロみたいな感じなんで、もうそのダブルパンチですよ。蒸し暑いし、すっごい晴れてるし、でカラッとしてないし、でなんか本当の暑いなんですよね。本当の暑いでびっくりしました。こんなに暑いのかと。でなんか逆になんか東京ちょっとどうしたんだいって思って、天気が悪いっていうのももちろんそうなんですけど、なんかこう去年ぐらいの方がもうちょっと暑かったような気がするんですよね。それこそビルが多いところとかはなんかそういう熱気があるんですけれども、ただ関西の暑さにはちょっともうびっくりしました。本当にびっくりしました。いや驚きました。もうそれしかないです。今回の思い出は、神戸に行った思い出は六甲町の近くはセミがうるさいんですよね。セミがなんかすごいガンガン鳴いてて、あちょっと嬉しかった話はですね、僕の、兄貴の、娘と息子なんで、姪っ子と甥っ子です。姪っ子と甥っ子がとすごく仲良くなれたっていうのが今回の神戸の話は一番嬉しかったですね。なんかちょっとこう子供と戦いができたんですよ。初めて、僕なんかで人生で初めてできたんですよ。戦いってあるじゃないですか、もうほんとくったらないのねなんかわかります、お子様いらっしゃる方わかります。すっげえもう戦いの内容とかもうほんとすっげえくったらないんですよ。もうなんかでもなんかその一緒に遊ぶとなんかそのすごい笑ってくれるから、なんかそれがすごい楽しいんですけどね。なんで僕もいやもうほんとあれですよ、遊ぶときはもうすっごい楽しいんですよ。うやーべえみたいな、なんかめっちゃ笑ってる、こんなに笑ってる、でなんか俺おじさん頑張っちゃおうみたいな感じですごい戦うんですけど、でなんかちょっとふとしたときに疲れが出てくるんですよね。やっぱふーって息をついた瞬間にちょっと我に戻るみたいな、何がこれ、なんかでも何なんだろうみたいな、
で、ちょっとやっぱ疲れるんですけど、我に戻るんですけど、ちょっとパッてこう前を見ると、まだ子供が2人こう、すごいまだテンション高いから、あ、これかと。子供が元気だっていうのは。で、大人がちょっと疲れてくるのは、こういうことかと。その体力的なところじゃなくて、なんかその精神面でも、ちょっとこうね、やっぱ違うんでしょうね。でも、それが嬉しかったんですよ。なんで、その2つです。暑いで仲良くなれて嬉しいっていうことが、今回の神戸の話です。京都のですね、あのお墓参りに行ったっていう話もあるんですけど、それ結構ね話し出すと、割かしですね、あのお酒、そうですね、お酒すごいたくさん飲めるぐらい話せるんですよ。ただ、ちょっとですね、まあ、それお酒飲めるぐらいたくさん話してもちょっとしょうがないので、あの京都のお墓参りに行ったっていう話はですね、ちょっとポッドキャスト、来週の水曜日に、配信予定のポッドキャストで、そのちょっとね京都に行ってきた時のお墓参りの、結構真面目な話ですよ。大人の話ですよ、大人の話をちょっとしようかなというふうに思っていますので、ポッドキャストの方もぜひお楽しみくださいということで、今週もやっていきますよ。関西はマジで暑かったということで、今週、来週のザクッと天気予報をやっていきたいと思います。やっていきましょうか。まずはですね、今日からですね、割とちょっとね、天気悪くなってきてますよね。関東とか、東京そうなんですけど、一日中曇りで、朝とかすごい涼しくて、なんか、こんなに涼しくていいんですかっていうぐらいのびっくりしたんですけど、若干ですね、僕は、風邪をひきました。なんか喉を痛めちゃって、昨日とかちょっと咳をちょっとしてたみたいです。嫁によると。なんで、皆さん体調管理にはしっかり気をつけてください。僕もしっかり気をつけています。クーラーのつけすぎとか良くないですからね。涼しい時はクーラーつけちゃダメ。ただ暑い時はガンガンではないけれども適度な温度でクーラーを使いましょう。無理せずね、無理して、いや俺はもうクーラー使わねえっすわとかっていうのだと逆に熱中症とかになっちゃうんで、まあ、それもちょっと気をつけた方がいいなっていうふうには思うんですけれども、天気予報いきます。ちょっとですね、来週明日からですね天気悪くなっていきます。これちょっと難しいですね。ざっくり言えない難しさがあるんですけれども、関東曇りですね。東京曇りです。でそこから、北陸東北は曇りのち雨です。天気悪くなりますね。ただ北海道は、札幌はね割と天気いいですね。で釧路は、雨のち曇りです。でそこから、関西の方に行きたいんですけれども、東海、近畿、中国あたりはちょっと天気悪くなりますね。雨マーク出ていますね。曇りのち雨で福岡もちょっと悪いですね。晴れのち雨で沖縄はもう全然関係ないよっていうぐらいの33度の快晴ですけど、鹿児島もそんなの関係ねえで36度の快晴です。ちょっと難しいですけれども、なんかところどころ天気は悪くなってくるような感じですね。16日の火曜日、そっか台風来るんですね。お盆の後半、北は台風、本州は雷雨に注意っていうことなんで、天気悪くなるのか。いやーちょっと怖いですね。僕はですね来週から、東北に行くんですよ。で東北に行った後週末に、福岡に行くんですけど、結構天気悪くなりますね。16日の火曜日なんですけど、全国的に天気悪くなってきています。九州、福岡から、福岡であと中国、近畿、東海、北陸、関東、東北、北海道は基本的にも天気ぐずついてます。降水確率、大体 50% 以上です。東北に行くに従って降水確率は上がっていきますので、天気が悪くなるな。沖縄と鹿児島はもう全然そんな関係ないですっていうぐらいの、快晴です。17日の水曜日、
天気はですね回復していくんですけれども、関東から上の方ですね、北陸、東北、北海道は雨でございます。ちょっと怖いな、僕多分この日東北にいるんで、もう雨か。西日本はですね、天気良くなってきます。ただ鹿児島だけピンポイントで、ちょっとね、あのそのの関係ねっていうのな嘘になっちゃうんですね、雨のち、あ、ごめんなさい、晴れのち雨です。晴れのち雨です。晴れのち雨です。18日の木曜日はですね、まだでもちょっと天気悪いですね、東海地方から、上に行くに従って天気悪いです。だいたい曇りのち雨といったところですね、ただ、日本海側で合ってますかね、日本海側は、曇りといった感じでしょうか。西日本は天気いいですよ、すごい晴れるわけではないですけれども、曇りぐらいの、曇りのち晴れとかそういった感じなので大丈夫じゃないですか。19日の金曜日はですね、あ、ここら辺から天気は少しずつ回復していくのだろうか、ちょっとだろうかっていうちょっと微妙なところですね、東北、北海道は曇りのち雨でございます。そこから下の方に行くはだいたい曇りのち晴れもしくは曇りといった感じなので、なんかちょっと後半は微妙ですね。8月のせっかく8月なんでもうちょいこうねスカッとしてほしいんですけれども、20日の土曜日は、北海道が曇りのち雨、あとはですね全国的に曇りのち晴れもしくは曇りといったところでございます。でもなんかちょっとあれですね、はっきりしない天気ですね。でまあ、翌週の日曜日は釧路は曇りのち雨、あとは、大体曇りもしくは曇りのち晴れといった感じなんですけども、なんかちょっと天気怖いですね。でさらに言うとその翌々週からはなんか全国的に、晴れのち雨なんですよ。なんかちょっとねえ、雷雨ですよね本当に。でもなんか最近あの言葉聞かなくなりましたけどね、ゲリラ雷雨でしたっけ、ゲリラ豪雨とか、なんか今年はそんなにこのキーワード聞いていないなっていうふうには思うんですけどね、どうなっていくんでしょうか。ちょっと天気はわりかしちょっとわからない感じになるので、皆さん天気は毎日チェックしましょうやるなっていう話ですけどね、週間天気予報。東京都民の皆さん、気づいていないと思うんですけれども、今節水をしないといけません。なぜかというとですね、利根川のダムの貯水量が少なくなっています。雨が降っていないから、だから水を使うのを、なるべく控えてください、これは僕も含めてです。これでですね、このことに関して、小池新知事がですね、節水に関するメッセージビデオを出しました。面白いのが、何なんでしょうかね、天皇陛下 の退位の生前退位のビデオもあったんですけど、小池さんのビデオメッセージもあるんですけれども、なんだろう、なんかパソコンで見る人への、こちら30秒なんですよね、動画はこちらっていう風に表示されてるんですけど、でこちらを押してでパソコンで見ようかなっていう風に思うと、なぜか Windows メディアプレイヤーなんですよ。で天皇の生前退位の、その発表の、動画も、Windows メディアプレイヤーだったんですけど、この時代にですか、あ、そうきますか、なんか Mac 的にはちょっとなんかソフトいろいろ落とさないといけないし、なんか MP4 とかモブとか最先端もあります。でもいいんすけどね、でもみたいなありませんか皆さん。僕はすごいありました、びっくりしました。でスマートフォンとかでは、モバイル端末用ではですね YouTube にアップロードしているんですけれども、なん
まあいいや、まあいいや、うん、そうですね、まあ、あの、まあ、まあいいんじゃないですかっていうところなんですけど、東京都民の皆さんでですね、僕らが何をしなければいけないのかというとですね、1日に1人当たり約10リットルの節水をしてくださいと東京都は言っております。どんなことをしたらじゃあその節水に協力できるのかなっていうのをですね、東京都が発表しているんですけれども、ざざっとまとめると、シャワー使うときに、3分間流しっぱなしにすると約36リットルになります。控えよう、どうでもいいときは止めましょう。お皿を洗うときに5分間流しっぱなしにすると約60リットルも使うんですって。こまめに止めてください。洗面手洗い、これもですね、蛇口はこまめに、開け閉めしてください。洗車をする方、車をお持ちの方、車をお持ちの、東京都民の方はですね、バケツに汲んで水を使うと60リットルの節水に。ホースを使ってこうビシャビシャビシャって、あれ気持ちいいんですけれどもね、やめましょう。歯磨き、コップに汲んで、歯を磨くと約5リットル節水できます。流しっぱなしは気をつけましょう。お風呂、でもお風呂はでもこの時期どうです、入る人いますか？僕はもう全然風呂入ってないですね。シャワーはありますけどね。僕はもう全然風呂入ってないですねって、もう体なの嫌いな人みたいな感じですけど、風呂入ってないです。で、残りの、お湯を、お湯の半分を洗濯とか掃除に再利用すると約90リットルの節水になりますっていうことなんで、基本的に流しっぱなしはやめましょう、東京都民の皆さん。で、お風呂もし入った人がいるのであれば、お風呂のお湯を、翌日の、洗濯とかお掃除に、回してください。よろしくお願いします。東京都民の皆さん、これ僕です。8月11日はですね、何の日だったか知ってますか皆さん？じゃあ今ですね、この Facebook ライブをご覧の皆さんは8月11日は何の日か知っていますか？知っていらっしゃる方がいましたらコメントください。待ちます。それまで。それまで待ってますよ。さあどうでしょう、8月11日は一体何の日だったんでしょうかね。なんか新しくできた日らしいですよね。さあさあさあ、コメント、いただいてるんですけれども、正解です、皆さん正解です。山の日なんですよ。海の日があるんだから山の日作ればよくないっていうことで、今年からですね、8月の11日は山の日になりましたということなんで、僕もですね、8月11日山の日にですね、登山を全くしていないんですけれども、あの電車内を見かけ、電車内に電車を乗っていたんですけれども、電車を乗っていたらこうちらほらやっぱりその登山客、客じゃねえけど、別にあの登山の格好をして、これから登りに行くんだとか、これからどっか行くんだとか、夜とか見ると、あ、どっか行ってきたんだ、どこの山に登ったんでしょうかとかっていう、登山の日ですよ。なので結構ね、登山した人がいるんじゃないんでしょうかというふうに僕は勝手に思っているんですけれども、この TGM4.0 聞いてる方も登山行きましたか、どこ行きましたか、行ってる方は。ということでですね、登山にまつわる面白い話をしましょう。以前はですね、今週の激アツ野郎とか、今週の激アツ女子っていうのを紹介していたんですけれども、今回はですね、山に関する、登山家ですね、登山家、激アツの登山家をですね、男女ペア、男女、それぞれ一人ずつ紹介していきたいなと思います。まずはですね、スコットランド出身の登山家ジェイミー・アンドリューさん、47歳なんですけれども、彼すごいですよ。まずですね、彼はですね、8月の9日に、マッターホルンの登頂に成功しました。マッターホルンはですね、アルプス山脈、スイスとイタリアの国境にあるアルプス山脈にあるんですけれども、標高が4478メートル、登頂したんですよ。すごいのが、すごいというか、まあそう、彼はですね、手足をですね、切断したんですよ。で、なぜかというとですね、その昔、ちょっとお待ちくださいね。その昔、17年前、彼はですね、
彼はですね、フランスの、フランスにあるアルプスの、レ・ドワロット、あ、ごめんなさい、レ・ドロワットというところの、北壁で、登山事故に遭ってしまいました。その登山事故によって、両足の膝から下、両腕の肘から先の切断を余儀なくされました。そして、彼の登山パートナーのジェイミー・フィッシャーさんはですね、亡くなってしまいました。で、そこからですね、17年後にかけて今ですよ、8月の9日に、四肢を切断した状態でマッターホルンの登頂に成功した。で、彼が初めてなんですよ、この四肢の切断者で登頂した人っていうのは。間違いなく僕はそうだ、僕が初めてですというふうに言っています。彼はですね、2人の山岳ガイドを雇って伴って約6時間かけて8月の4日に頂上にたどり着きました。そして6時間半かけて下山をしました。平均的な登山時間よりは5時間長いんですけれども、すごいですね。彼なんて言ったかというと、大事なのは記録を破ることではなくて、自分の持っているものを最大限利用して、自分を信じて一度に一歩ずつ進むことで自分にもすごいことがやれるんだと証明してみせることだと彼は言っています。すごいですね。2012年にですね、マッターホルンの登頂しようと思って、登ろうと思ったんですけれども、山頂まであと250メートルのところで、登頂断念したそうです。いやー、すごいですね、すごいですね、ジェイミー・アンドリューさん。ちょっと山の日っていうか、なんかこうね、なんかちょっとね、遊び感覚では多分ないんでしょうけれども、素晴らしい人ですね。次はですね、日本の方です。若いですよ、19歳でなんと、世界7大陸の最高峰、通称セブンサミッツを登ってしまいました。女性です。すごいですね、19歳女性、そして今もですね、大学生で早稲田大学に行ってるみたいです。名前がですね、まあ、わりかし最近の方だなっていうふうには、ちょっと思ってしまうんですけれども、彼女はですね、南谷マリンさんという方です。マリンさんね、マリンさんがですね、7つの、山に登頂成功したっていうことなんですけれども、すごいんです。で、これですね、日本人最年少記録を更新したみたいです。で、女性では歴代、世界歴代第2位ということなんで、すごいっすね。ちなみにセブンサミッツなんですけど、どの順番で彼女が登頂していたかという、していったかというと、まずは2015年の1月に南アメリカ大陸にあるアコンカグアという山、標高6960メートル登頂成功、2番目にキリマンジャロ、2015年の7月ですね、アフリカ大陸にあります、登頂成功、次はですね、2015年の12月にオーストラリア大陸にあるコジオスコ2228メートルですって成功、2016年の1月南極大陸にあるヴィンソンマシフ標高4892メートルに成功。すごい短いペースでガンガン登りまくってますね。2016年の3月、ヨーロッパ大陸にある、エルブルスに、登頂成功。2016年5月、アジア大陸にあるエベレスト、標高8848メートル、成功。すごいですね。2016年の7月、北アメリカ大陸にあるデナリ、標高6190メートルに成功。これすごいですね。彼女はですね、日本人のその世界最年少記録更新したんですけれども、2003年に22歳で渡辺さんという登山家がですね、更新したということなんですけれども、彼女が今のところ世界じゃないですね、日本最年少だみたいです。野口健さんもびっくりしてるらしいですよ。ユニクロにですね、彼女、
ユニクラらしいんですよ。ユニクロ大好きで、ちょっと僕これもう嫁に話してみたいなというふうに思うんですけれども、ユニクロが好きすぎてユニクロに行って、私はこういうことをやっています、で登山ウェア欲しいんでユニクロさん作ってくださいよと直談判しに行ったみたいです。そして特注の、彼女特注のダウンスーツを開発してもらったみたいですよ。すごいユニクラですね。これ売ってるんですかね、ちょっと気になりますけどね。ユニクラの方もしいたらね、ちょっと気になるんじゃないですか。ユニクロこんなん作っちゃうんだみたいなねところありますけども、普段ユニクロね全然そういうイメージないですけどね、やっぱね作っちゃえるんですね、開発できちゃうんですね。すごいのがなんか登山中とか結構お菓子を大量に持って行ってるみたいですよ。なんかそれをもうガンガン食いまくってたりはしているんですけれども、彼女のお父様がもともと登山をされているみたいなので、やっぱなんかそこを見て育ったということなんで、今後はですね、北極点を制する、エクスプローラーグランドスラムですって、なんかすごいですね。まだまだやるみたいですよ。こっからガンガン攻めるみたいですよ。もうあれですよね、完全にまあここまで行くともう登山家というかもう冒険家ですよね。冒険家は保険に入れないらしいですけどね。なんか危ないから。いやーすごい、すごいですね、本当にすごいですね。なんでもうやっぱもう行動力の塊なんでしょうね。で、まあ、19歳っていうのもありますし、まあ、そういうのもあって体力もあるし行動力もあるし勇気もあるしね、もう全部今揃ってるんじゃないですか。すごいですね。もうこうなるともう男とか女とか関係ないですけどね、もう正直人としていやもうすげえなという純粋に思っちゃいますけど。ということで、今週の激アツ女子、南谷マリンさんでございます。激アツ野郎はジェイミー・アンドリューさんです。すごいっすね。ちょっといやまあ僕も登山してるんですけれども、ちょっとねやっぱすごい人やっぱいるんだなと世の中すげえなと純粋に思います。嬉しい話をしましょう。ネットフリックスとかフールとか好きな人いますか？僕大好きなんですけど、ずっと待っていたサービスがあるんですよ。それはですね、音楽配信サービスなんですけど、なぜか Spotify だけずっと日本に上陸してこなかったんですよ。毎回ですね、そろそろ来るんじゃないか、もうそろ来るんじゃないみたいな、こう噂の記事が結構上がってくるんですけど、でそれを読むたびに、その Spotify のサイトに行くと、Spotify のウェブサイトでは、現在準備中ですみたいな感じ。いつ来るんだよ、いつまで準備してんだよっていうふうに思っていたんですけれども、なんと、嬉しいこと、嬉しいことにですね、Spotify が、そろそろ日本でサービスを始めるっていうことが正式に、分かったみたいです。月額980円の有料版を用意するみたいですけれども、 Spotify はですね、もともとスウェーデンの音楽配信サービスです。今のところですね、音楽配信サービス、ごめんなさい席ね、音楽配信サービスたくさんありますけれども、僕はですね今のところ、Amazon Music っていうんですか、Amazon のプライム会員なんで Amazon Music が使えるんですよ。で、すごいですね。グッと来てますね。Spotify。ってことは皆さん Spotify 好きっていうことで合っていますか？合っていたら、その今の喜びをグッドでお願いします。で、その Spotify が日本に上陸しますと。で、個人的にはすごく嬉しいんですけれども、Apple Music とか、ね、なんか本当に今、混戦してますよね。Google からも出ていますし、LINE もやってるし、あと Hour ですっけ？いろんなとこでやってますよ。とにかく Amazon もそうですけど、今だからそのもうすごい戦ですよ。もうすごい戦の中に、Spotify が、乱入すると、もう大乱戦ですよね。果たしてどうなるんでしょうか。ちょっと気になりますけど、僕は間違いなく Spotify ちょっと使ってみようと思います。月々980円だったらもう悪くないですよね。で聞き放題でしょ。で音楽ガンガンかけられるんだったら全然僕は悪くないと思うので、なんかでも。ちょっと機能として欲しいのが、なんか結局そのシェアを、そのなんかプレイリストをシェアをするっていうのが
もちろんなんか Apple Music とかいろいろあるんですけど、なんかもうちょいこう、なんていうんですかね、この Facebook との連携とかができたら嬉しいなとは思うんですよね。ちょっと悩んでいるんですけど、今僕、ちょっとブログサイト作った、ブログ作ったんですよ。で、そのブログで何をやろうかなというふうに思っているのが、動画とか、あと音楽とか、ネットのね、ネット音楽とか、ネット動画とかっていうのをなんかこう、ちょっとしたこう、プレイリストとかにしていこうかなと。なんかベストメディアの新しい、いつでも見られる、いつでも読める版をちょっと今、ちょっと作ろうかなというふうに思っているんですけれども、なんかそれでこう、Spotify うまく使えないかなとか、Netflix うまく使えないかなとか、Hulu うまく使えないかなというふうに思っています。なんで、そんな感じです。そんな感じでございます。結構もう、あれですね、30分ぐらいですか？ああ、そうですね、意外と早いですね。早いですね、ちょっとびっくりですけど。なんで、Spotify が上陸するっていうのがちょっと嬉しいですよね。オリンピック今すごいっすね。なんか結構あれですよね、日本人選手の方がすごい勢いで今メダルを取っていますよね。内村さんでしたっけ、体操の人とかすごいっすね。金メダル取って、なんか金メダルのその記者会見の時に、君は審判に好かれていたからこういう結果になったんじゃないのかみたいな感じで言ったら、彼のライバルというか、その銀メダルでしたっけを取った人が、いやいや、そんなのは全く関係ないよと、もう彼が純粋にすごいから、だからこその金だよっていうふうに言ったね。すごいちょっと、すごいなと。まあ、そういうのも含め、柔道もなんか盛り上がっていますけどね。まあ、僕、そんなに、なんかザクッとでしか、本当に新聞とかで、知る程度なんで、興味ありますけどね。まあ、そのぐらいです。そのぐらいです。ただオリンピックそうなんですけど、やっぱね、一番ね、オリンピックで言うと興味があるのが、やっぱ僕は東京オリンピックがちょっとどうなるのかなっていうところはすごいやっぱあるんですけど、で、東京オリンピックなんですけれども、競技種目が、追加の種目として決まりましたよね、8月の3日に、国際オリンピック委員会、総会で承認されました。何かというと、野球、ソフトボール、空手、サーフィン、スポーツクライミング、スケートボードが、ごめんなさい、ゲップ出ちゃった。決まったっていうことなんですけど、でオリンピック、ちょっとやっぱね、個人的にちょっと嬉しいのが、このスケートボードと、スポーツクライミングとサーフィン、これちょっとやっぱね、これはちょっと僕正直見たいです。どうなるんだろうと。見たことないですよね。で、なんだったらなんかできたらいいなっていうふうにちょっと勝手に思ってるんですけど、まずスケートボードなんですけど、男女ストリートっていう種目があるみたいですよ。男女ストリート。40人。男女パーク40人。お台場の江東区に仮設会場を建てるらしいですよ。この案が有力みたいです。スポーツクライミング、男女複合ボルダリングリードスピード40人だみたいです。これもお台場みたいです。サーフィン、男女ショートボード40人、千葉県の釣ヶ崎海岸、サーフタウンってところがあるみたいですよ。僕のおじさんがサーファーなんで、もしかしたら知ってるかもしれないっす。絶対見に行くのかな。町はサーファーの移住を支援してるみたいなんで、サーファーの方は今から千葉県の釣ヶ崎に住んでみてはいかがでしょうか4年後に備えて。いやね、ちょっとこの3つのスポーツは今から気になっているんですけど、これ面白いのが、もう今アンケートを取ったところ、会社があるんですよ。今、じゃあこれからオリンピック始まりますけど、じゃあ一体どの競技が気になりますかっていうアンケートを取ったところがあるんですよ。で、これはですね、16歳から59歳の男女が対象で、アンケートに答えた人が2060人いらっしゃいます。これね、すごいっすよ。まあ、そんなすごく別にすごいとかではないんですけど、一番、オリンピックで、観戦してみたいなっていうふうに思うのはやっぱ野球、ソフトボールみたいです。
まあそりゃそうでしょう、だって日本強いですからね。で次にサッカーです。でその後に、陸上競技で水泳、体操、やっぱあれなんですね、スケボーとかさっきの3種目を見ていくと、スケートボード、すごい低いですね、すごい低いです、もうほんと一番下の方ですね、スポーツクライミングもそうですね、サーフィンもそうですね、全然ダメですね、まあ、マイナーなになっちゃってるんですかね。ただでも実際見てみるのはちょっと面白いですよね。これは見てみたいなというふうに僕は思っているんですけど、ちょっと今からなんか楽しみで、なんか今のうちからこういう関連、こういう競技に関連する動画とか作れたらいいなっていうふうに、ちょっとね、今画策中です。で、そんなオリンピック、東京オリンピックなんですけど、東京オリンピックの、オリンピック担当大臣に、なったのはですね、元テレビ朝日のアナウンサーの丸川珠代さんなんですね。いやもうなんか彼女がオリンピックの、担当相になったっていうのを、8月の3日に内閣改造が行われたんですけど、でその時に彼女がなりましたと。でなんかそのなんかこのすごいイメージがあるんですけど、まあ、さっきその元テレビ朝日のアナウンサーっていうことで、僕はなんかそのイメージが強いんですよ。でなんかすごいこう真面目な顔してこう喋るっていうイメージがあるんですけど、なんか未だにこうなんかなんかアナウンサーっていうイメージがすごい強いんですけどね、女性ですよ。彼女はですね、その、オリンピックの、担当相になった時の、記者会見ではですね、東京都と、組織委員がうまく連携を図れるように調和を生み出す存在としてやっていきたいというふうに抱負を語っています。なんかすごいですね。すごくこうやっぱりこう女性の社会進出っていうのをこう推してるじゃないですか。推してて、で小池さんが都知事になったにそこと連携させるので、やっぱり彼女になったんでしょうね。でなんか今後どんどん本当にその女性がなんていうんですか、その社会的向上にどん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 上になっていくんだなっていうのを、今回のその丸川さんがオリンピックの担当相になった時に、ああやっぱそう、なんかここからもうすごい勢いでなっていくんだなっていうのをちょっとやっぱ感じたんですよね。なんかすごい多分これからどん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 そういう風になっていくのかなっていうのは思うんですけど、ちょっとびっくりしたのが、ね、小池さんが都知事にもなったじゃないですか。で僕やっぱね、そのもうゼロっていうことをすごいやっぱ言っていたんですけど、本当にちょっと本当にできるのかなっていうのは思うんですけど、満員電車ゼロっていうのを彼女はね言っているんですけど、じゃあ一体どういう風に満員電車ゼロにするかっていうと、まず電車を2階建てにするらしいんですよ。でただそれだけだと結局難しいから、ホームもなんだったら2階建てにして、そうすればいいんじゃないっていう、ことをですね、もともとそれを、言っている人がいるんですね。でただそれを実際にじゃあその、まあ、ゼロになるのはいいんでしょうけれども、いやただこれでもゼロにするためには相当金かかるぜってちょっとこれやっぱ思っちゃうんですけど、本当にできんのかなってちょっと。でもなったんだからね、なった上ではなったんだったらもうね、ちゃんと公約守ってもらわないと、ね、だから東京都民の方は文句言えますよ。ちゃんと投票してる人はね、満員電車とか渋滞とか、なんだよゼロにするっつったじゃんかよっていうふうには文句が言えますので、大丈夫ですよ。まあなんかただね、それこそ今コメントにもあるんですけど、小池さんに対する態度ね、結構みんな冷たいですよね。まあでも彼女はなんかその嫌われることがその変えることの何かを変えるっていうことにも一番大切だからっていうふうにも言っているんですけど、それにしてもなんかちょっとこう子供じみたことをするおっさんたくさんいますけどね、ちょっとびっくりですけど。そんな彼女、小池さんはですね、将来的な新党の結成について選択肢はありますと、明言をしています。これをですね、民進党本部で、岡田代表らと、
会談後の記者会見に、記者団の質問に答えてみたいです。あれなんでしょうね、きっと。なんか女性で固めていく、なんかそういうのを作るんじゃないんですか。なんかその女性の地位を、女性の社会的地位を向上させますというような党を作るでしょ。この流れ的には作るんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で、なんかそのそれを思ったのが8月の5日にですね、民進党の蓮舫さん、蓮舫代表代行がですね、岡田さんがですね、そろそろ任期満了だとということで、代表選が9月の2日に告示、9月の15日に投開票が行われるんですけど、そこに私は出馬しますと言ったんですね。これで合点がいきました。東京都知事選の時に蓮舫さんが私は出ないよとバッサリ言ったのが、ああなるほどねと。でやっぱここで民進の代表になるっていうことは、じゃあそのまあ都知事の座を、ね、は狙ってなかったと、もう小池さんに明け渡すつもりだったんだっていうふうに、なんかこう合点が僕の中ではいきました。でそうなると結構すごいですよね。東京都知事は、女性、オリンピックの担当省は女性、民進党の代表、わかんないですけどね、どうなるかは。ただ、アンケートがですね、わりかしもう今のところ早い段階で、出ているんですけど、ちょっとデータに関する話をしていくと、世論調査を日経新聞がですね、世論調査を行ったんですけど、じゃあ民進党の新しい代表誰がふさわしいんですかと、アンケート取りました。でぶっちぎりで、蓮舫さんがですね 39% トップです。次にですね、前原誠二さんが 10%、 枝野さん 8%、 細野さん 5%、 長妻さん 4%、 また別のですね、ごめんなさい、長島さんですね、長島さんが 3%、 枝田さん 2%、 ぶっちぎりですね。そうですね、確かに、知名度、でも結構割と小池さんの時に似てますよね。このなんかこう出馬をしますっていう早めのタイミングもそうですし、あとは知名度っていうところもそうだからね、なるんじゃないですか。わかんないですけど、蓋開けてみないと。ただね、本当にね、知名度ありますからねっていうところですよ。なるでしょう。ちょっと先のことわかんないけれども、そう言いたいですけど、今週の頭にですね、ありましたよね、天皇の生前退位の発表がありました。でも本当に、でもざくっと彼が何を言えたのかというとですね、もうご高齢の方なので、ちょっと次のそろそろ、次の世代に、明け渡したいっていうところなんですよね。でそれをですね、Windows メディアプレイヤーのビデオメッセージに残したんですけれども、結構これいろいろね、この前も話しましたっけ、いろんなところの国と比較してみたら面白いですよみたいな話しましたよね。ただもう一回ちょっと話させてください。一応ね、2013年の4月にはオランダで、世代交代が行われました。これはですね、オランダの、ベアトリックス女王が、長男の、ウィレム・アレクサンダー皇太子に、譲ったみたいです。世代交代だから。2013年の4月ベルギーではですね、アルベール2世の国王が、長男のフィリップ皇太子に譲りました。これもですね、年齢、王室の信頼回復などに。2014年の6月スペインのフアン・カルロス1世国王が長男のフェリペ6世に、なんか6世とかなんかもなんかいろいろやっぱ会がありますね。健康的な不安、健康不安などといった理由で譲りました。わりかし海外では何を言いたいかというと、海外では割とそういう生前退位っていうのが相次いでいますので、日本も別にいいんじゃないかなとやっぱ思う人もいるとは思うんですよね。ちょっとアンケートの話もちょうど後でしますけど、じゃあ僕ちょっとただ思ったのが、じゃあそのなんか今結局その政府がその安倍さんもなんか最初知らされていなかった、驚きだとかっていう風に言ってて、その実際にじゃあその生前退位って可能なのか可能じゃないのかみたいな、この話をこれから話していくとは思うんですけれども、
政府がじゃあ何を話していくのかなっていうのを僕ちょっと気になったんですよ。どういうことを話すのかなと。で、どういうことを検討するのかっていうのはですね、日経新聞が、載せているんですけど、全部で4つあるんですよ。こういうことを話すんじゃないかと。で、まず、生前退位に関することで一番優しいレベルでこういうふうに対応したらいいんじゃないかと。まずはですね、彼、天皇に対する公務の負担、これを減らせばいいんじゃないかと。でそうすれば、まあ、それだけだったらわりかしね、いけるっしょみたいなことを話すかもしれない、話してるみたいです。摂政、これ摂政って何だろうなというふうにちょっと思ったんですけど、摂政はですね、君主が幼少、女性、病弱、不在などの理由でその任務を行うことができないとき、君主に代わってそれを行う、まあ代、まあ、次の代に渡すっていうことですよね。それはいいの？これ現行の皇帝、皇室典、あ、これに規定あり、対応は可能で、これはわりかしいけるかもしれないみたいですけど、生前退位に関することであるのが、一代限りの、特例法、これだけでいいんじゃない、だから今回だけでいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、これはちょっとずつ難しくなっていくみたいですね。で皇室典範の、改正、これ自体は一番難しいっていうことなんで、まあこの4つを元に話していくんでしょうけれども、まあでもね、まあ個人的にはもう、いや全然いいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、そういうふうに考える人がやっぱ日本ではたくさんいるんですね。日経新聞、まだまだこれはですね、テレビ東京かな、テレビ東京と、アンケートを取っている、取ったっけな、まあ、ただ、ごめんなさい、取ってるかどうかちょっと定かではないんですけど、ただ、日経新聞がですね、世論調査を行いました。でこれってやっぱね、すごいですね僕みたいな人たくさんいるんですね。 89%、生前退位を生前退位を認めるべきだと言っています。マジっすか。政府はどう対応すべきかっていうアンケートに対して、今後の天皇すべてに求め、認める制度を作るべき、これが 76%、 お気持ちの表明は憲法上問題であるか、問題があるとは全く思わないというふうが 83% でですね、女性天皇とかっていうのに対して、まあ、とにかく女性に対してのそういうことに対して、一緒に検討すべきか 58% ですって。世論で言うと、もうね、もう一緒っていうのはもう明らかに数字では出ているんですけど、で今後の流れだ、今後の流れ、お気持ちを表明されましたと。でその次にですね、政府が、報道各社の調査などで世論の動向を把握していくみたいです。もうじゃあ答えは結構出ているっていうことじゃないですかね。で、まあ、その後に、政府が有識者会議を設置するのではないかと。それをもとに、話し合いをもとに、改正するのかしないのか、でそれをですね、国会の審議に通して法制化が実現っていうことなんですけど、いやもうね、答え出たでしょ、世論調査ねえ、もうしたんだから、もうここまでだ。なんか僕ちょっと思うのが、なんかこういう時の明らかな数字が出た時の対応も遅いなっていうふうにちょっと思っ、対応、まあ、対応が遅いというわけじゃないんですけど、なんかここまでこう明らかな数字が出た時に出るんだけど、なんかこう、そ、一応なんかやっとき、や、時間はかけますよみたいな感じなんですけど、いやもうこんだけね、まあ大変なんでしょうけど、他の事情で、ただね、なんかもう殺、もうパパッとやっちゃえよとかふうに思っちゃうんですけどね、純粋にね、思いませんか。だってなんかもう世論はね、出てるんだし、もう別になんかだらだらちんたらやんないでね、もう大変なんでしょうけど、ただでももう良くないですかっていう、あるんですけどね。
まあもう僕は本当に、いやもう良くないっていうふうにやっぱ思っちゃいますよね。その今回はタイトルにしてるんですけども、マジョリティですよ完全にもうなってますからね。そのアンケートもそうだし、日本全体がもういいじゃないですかっていうふうになってるから、いやもう良くないですかっていうふうに思うんですけどね。そういうふうに思った時にパパッと行動すれば良くないですかって僕はなんか純粋にちょっと思っちゃったんですけど、まあ今後もですね、なんかそのまあ、時間はかかるらしいので、ちょいちょいちょっとこう何かあったらこういうことがありましたよとかっていうのもなんかこう話せたらいいかなっていうふうには思っています。ということで、今ですねもうそろそろ1時間経ちますので、今週はここら辺で終わりにしたいと思いますけれども、これですね、これこれはですねアリゲーターです。僕アリゲーター、これ本名なんですね。アリゲーターちょっと咳も出てきたので、このアリゲーターの、ステッカーをですね毎週、1名様にプレゼントしています。このステッカー5枚ですよ、5枚プレゼントしてるんですけど、なんかすごいこの涙マークがすごい出てる。すいませんね、すいませんね、もうね早いね、毎週ね咳がすごい止まんないんで。でステッカープレゼントしてるんですよ。でじゃあどうやったらステッカーもらえるんですかっていう話なんですけど、このステッカーはですね、この Facebook ライブに、シェア共有をするっていうボタンがあるので、そこを押してもらって、このメガネの、なんか髪の毛をなんか中途半端なところで結んでいて、なんかヒゲがなんかこうなんかこうバーンバーンなってこうバーンなってで、なんかこんなおっさんがですねなんかいろんな話をしていますと、今回はじゃあ生前退の話もなんか微妙にしたし、なんかところどころじゃあ Spotify がやるとかやりますよとか、小池さんがじゃあなんかその2階建ての駅をやりますよ、どうなんでしょうかね、みたいな感じの話をするおっさんがいるよとかっていうのをですね、Facebook でシェアしていただく、もしくはですね僕毎週水曜日にですねポッドキャストやっていますので、そのポッドキャストをなんかこうなんかこれちょっと友達に紹介したいな、俺そう思う、私こう思うみたいな、こんな人いるよ聞いてみ、飯食いながら聞いてみ、読書しながら聞いてみ、料理しながら聞いてみ、みたいな感じで、おすすめをしてくれた方はですね、僕の Facebook ページに、アリさん、紹介しました、シェアしました、共有しましたと言っていただければ、わかりました。じゃあ、ちょっと送らせていただきますんで、っていうやり取りさせていただきますので、そういうやり方です。なくなったけど、シェアしようっていうことです、簡単に言うと。広めてください、よろしくお願いします。ニッチーズを広めたいので、この人もしかしたらこういうニッチなちょっとこうメジャーなのじゃなくて、ちょっとこうねアングラな感じの好きなんじゃねえかなっていう人に紹介してください、よろしくお願いします。ちょっとね正直言っていいですか、若干ですね5枚配ってるんで結構バンバン配りすぎちゃって、意外とねもう少ないんですよね、もう少ないっす、作らないとちょっとまずいんで、作らないとちょっとまずいので一回ちょっと補充します。なんで毎週じゃなくなるかもしれないので、ちょっとだけお待ちください。あ、そう、来週ですね僕福岡行くので、ちょっとそこでステッカーをちょっと作ってくださった方とちょっと相談しないとちょっとまずいなっていうことなんで、仕事の話もしつつですかね。なんでステッカーよろしくお願いします。でステッカー届いた方はですねぜひちょっと届きましたとか、今ですねマサルさんがですね、車に貼ってくれてるんですね、嬉しい。ステッカー、高島さん息子さんが喜んでくれてるみたいですね、嬉しいですね、ありがとうございます。ステッカー今後もですね送らせていただきますので、ぜひぜひシェアをよろしくお願いします。ということで、今週はここまででございます。やっぱ1時間早いですね。ずっと話し続けるとなんか疲れますけどね、やっぱちょっと喉がですね、疲れてきましたので、今週はここまででいきましょうか。ではまた来週の、日曜日もやっちゃいますよ、やっちゃいますよ、来週の日曜日も、夜8時に、Facebook ライブこの場所でこの時間でお会いしましょう。以上
アリケータによる TGM4.0 でした。じゃあまた。大変申し訳ございません、すみません、完璧に忘れていました。じゃあまたって言った後にちょっと思ったんですけど、あ、まずいと思ったんですけど、あのステッカーの当選者ね、アリゲーターステッカーの当選者の発表を完璧に忘れていました。本当に忘れていました。マジですみません。今週のステッカーの当選者なんですけれども、タダヤレイナさんでございます。おめでとうございます。もしかしたらね、あのポッドキャスト聞いていないかもしれないので、一応 Facebook ページにもですね、あのその投稿をしておきますので、タダヤレイナさんです。今週のステッカーの当選者はタダヤレイナさんでございます。おめでとうございます。ということでね、ちょっともう風邪気味なんで、あまり喋りすぎると声ちょっとやばくなってくるのであれなんですけど、まあ、ちょっとね、この番組の冒頭でもちょっと言ったんですけれども、その、御嶽山荘ね、御嶽山荘すごく今ちょっとね、結構ね、ほぼほぼ毎日どうしたら良くなるんだろうなっていうのを考えているんですけれども、やっぱり考えるだけじゃダメなんですよね。ダメなんですよ。それだけだったらダメなんですよ。だから実際に何かこう行動していこうかなっていうのを、なんかとりあえずいろいろやってみないと、多分きっと見えてこないところってたくさんあるんじゃないかなっていうところにやっぱ至ったんですよ。で、いろいろまあ調べたりするのは日々行っているので、あとは実際に動いてみないと多分本当に分かんないところが多いので、ぜひぜひ皆さん、こういうなんかこういうの面白いですよとか、こういうことやってみたらどうですかとかっていうアイデアというかですね、何かこうご自身のことで知っていることがありましたら、ぜひ教えてください。本当に教えてください。よろしくお願いします。ということで、ちょっと早いんですけど、ここまでにしておきましょうかね。今週の TGM4.0 ポッドキャストは以上でございます。ではではまた来週の TGM4.0 ポッドキャストでお待ちしております。お会いしましょうですね。失礼しました。以上、アリケートによって、もうダメだ。じゃあまた。